西田です。Z50Z をちょっと紹介します。最終フレームの7桁フレームのメットホルダータイプですね。エンジンは88、ヘッド周りは北高あたりで、泉のパーツをふんだんに使ってます。キャブは CR ミニですね。でマフラーはチタンで、ステップはステンレスです。でフロント周りはヤマンボですね。で、G クラフトの、鉄筋っていうか、穴なしの試作品の 3J が付いてますね。で、現在、メーター付いてますけど、このメーターちょっと動きません。それではエンジン一度行ってきます。一応12V からなってるので、そのままツーリングに、レッツゴーです。